甲賀市図書館は、滋賀県甲賀市が運営する公共図書館の総称。甲賀市が管理運営する図書館には、甲賀市港口図書館、甲賀市土山図書館、甲賀市甲賀図書情報館、甲賀市高南図書交流館、甲賀市柏木図書館の五館があるほか、市内小学生や図書館遠方の住民のために移動図書館者が市内各地を巡回する。 高賀市港口図書館は滋賀県高賀市港口町にある公共図書館である。鉄筋コンクリート作りで一部2階建ての構造となっている。最寄り駅は大見鉄道港口城南駅である。旧港口図書館高賀市土山図書館は滋賀県高賀市土山町にある公共図書館である。鉄骨コンクリート作りで一部2階建ての構造となっている。 甲賀市甲賀図書情報館は、滋賀県甲賀市甲賀町にある公共図書館である。鉄筋コンクリート平屋建て、一部鉄骨建ての構造となっている。最寄り駅は、JR 草津線、油木駅である。甲賀市甲南図書交流館は、滋賀県甲賀市甲南町深川にある公共図書館である。鉄骨造り一部二階建ての構造となっている。 最寄り駅は JR 草津線湖南駅である。甲賀市しがらき図書館は滋賀県甲賀市しがらき町にある公共図書館である。鉄筋コンクリート像平屋建ての構造となっている。最寄り駅はしがらき高原鉄道しがらき駅である。ありがとうございます。